取られていた方が多いようでしたが<笑>、まあ、これはしょうがないということで、最初にやったのはデイビッドという曲で、次は青い山脈という曲でした。青い山脈はもちろん私の曲ではありません。皆さんが生まれる前の曲です。 素敵な曲を聴くと私は何でも自分でやりたくなるという貪欲な性格がわざわいして、コンサートを開くと歌いたい曲をポン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 と作っていくと、あらかたもう他の人の曲になってしまいます。あまり自分自身では作曲の才能があるとは思っていないので、別に構わないんですが、 私が構ってないんですから皆さんも<笑>気にしないでくださいね<笑>というわけで、ムーンライダースという、売れないバンド売れないバンドって言ってますが、本当売れませんね<笑>売れなくて安心してるんですが、そこに樫渕哲郎君という
宇都宮市出身の、渋いドラムプレイヤーがいます。何枚かアルバムも出していますが、彼の曲をやります。